毎年春になるとワンワンカーニバルっていうのを代々木公園でやってます。まだ4月なのに夏日でもう頭クラクラになって、とりあえず動画は撮ったんだけども揺れてたから写真いくつかアップしました。いろいろね売ってたんだけど、まあ、とりあえず肉だけ買って帰ろうかなと。トマホークステーキが売り、やっぱトマホークステーキですよね。じゃあそれを2本入ってるんですか。1本しようかな。ただあの でかいですよね。1本が 230g なんで、あの普通の串焼きが大体皆さん 80g の感じなんで2倍。あ、これですか。これ、これ実物サイズ。じゃあこれ1個ください。はい、そう、厚切りザーショってこれ1本は 5枚ぐらい付いてるってことなんですね。写真的に。あ、これのことですか。お下にもいるけど、4つ入ってた。あ、これ2本ください。ありがとうございます。マンシオ2本1200円です。はい、どうぞ。食べちゃダメな。よし。うん。骨髄だけね。骨髄だけ。うん。上手上手。これだけね。そう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 。これだけね。よし。はーい。あー、セット。青山で犬猫の譲渡。あ、犬猫だけじゃなくてね、ウサギちゃんとかもいましたけども。譲渡会やってましたので行きました。私自身は今犬がいますけども、と現時点でそう簡単に増やせるものでもないので、うちではなくて他のお家で受け入れたいって方がいらっしゃるかなと思って、アップしますね。ね、いろんなタイプの子がいて、やっぱり子犬の時ペットショップからっていうタイプじゃないってことはいろいろ難しいんだと思うんですよね。今までワンちゃん猫ちゃん飼ってて慣れてる人でもやっぱりいろんな心の傷を負っていたりとか、うちのワンコロリンは代々ペットショップから飼ったことはなくて、みんなね知り合いのお家で生まれた子なんですよね。猫ちゃんはね飼ったことがないんですけど、やっぱりなんか相性とかあるし、いろんな動物飼ってると喧嘩したりね、殺し合ったりとかねしちゃうといけないので、ちょっとね猫ちゃんはまだ安易に飼えないなと。でワンコロリンに関しては、まあ、ずっとワンコはドベしか飼ったことがないので、ちっちゃい子は分かんないけど、子供の頃すごい大変なんですよね。
子犬の頃ね。大人になったら大変じゃなくなるかっていうと、まあ大変さはいろいろまた別の問題であるけれど、なんか大きい子 NG とか言われることも多くて、まず飛行機乗るのも大変だし、あとカフェも、あと泊まるとこもそうね、ちっちゃい子だったらいいけどみたいな、結構ねそういう制約があったり、預かるホテルもかなり制約があって、まあ OK だったところがだんだんこう潰れてったりとかしてて、コロナの時かな、特に旅行行かなくなったからなのか、ホテルに預けなくなったのか、何軒か大きく OK のところも潰れちゃって、いろいろね大変なこともありますけど、と介護問題ですね、まあ、犬も人間も介護しまして、どちらも大変さは身に染みて感じてはいるんですが、大きい子のなんでしょうね、こう移動、ほんとびくともしないのを担架のようなこう台に乗せて、乗せてからはコロコロ転がせばいいんだけど、乗せるまでが大変だったり、脱力してる状態とかね動けないから、床ずれしないように少しずつ移動させるんだけど、巨体なわけですよだからね、そういうのとかは大変な介護だったなとは思うんだけど、でも振り返ると大変だったかっていうのも忘れちゃってますね。なんかね、代々木公園に出してた頭数よりこっちの青山の方がなんか多いです ね。ここに乗ってる子が全員来てるわけじゃないんだけど、なんか奥の方に何とか来てるみたいなので、ちょっと行ってみましょうかね。ね、全部映したかったんだけど、ちょっと時間の関係上犬の方が多く映っちゃったかな。猫ちゃんもね半分ぐらいいたんだけども、あとはちょっとウェブでチェックしてみてください。そう、譲渡するにあたってのルールが各団体であるみたくって、ペットショップで買うのとはまた全然違っていろいろ審査があったりするので、そういうのをチェックしてみたり、あとなんかお試しお迎えとかもあるみたいですね。これね、鼻の指紋、鼻もっていうのかな答えがわかるみたいですね。これウサギですよね。